人類誕生で、皆さん、車を人類が発明したのはいつ頃だったんですか？4万年前に大体こんなような顔つきの人間が生まれまして、車を発明した人はたった3500年前です。だから3万年以上人間は車というものを持てませんでした。でシュメール人としては頭良くて、こういうロバで引く、戦車ですね、車を作った。だから3万、6千年ぐらい何をしてたかというと、この丸太みたいなのをこう並べて、コロみたいにコロコロコロガス、その上をものを滑らすということはできましたけど、その車輪という回転をするものの上にこう人が乗る箱を乗せて前に進めるっていうのは、実は非常に難しい技術ということですね。例えば夏休みの宿題で、その模型でいいから車作れって言われて、作れますか皆さん？つまりタイヤがあって車軸は作れると、その回転運動をその上に乗っけてる箱に前進そう伝えて前進させるっていうのはかなり大変ですよね。その自分でこう頭の中で設計図を作っていただくと結構難しいです。箱と車軸がくっついたらもちろん全く動かないし、回転運動をする部分と前進する部分と摩擦がなきゃ進まないし、ありすぎたら進まないし、非常に難しいですよ。でそれをシュメール人はうまくこうそれを伝える技術を発明したんですね。これが3000年。でその後もちろん人間は馬車という時代を作り経まして、特にローマの馬車ですね、何千年も車っていうのは馬車で動くというものでずっと参りました。で、1769年に人類初めて自動車というのを作ったんですね。キュニョーさんという人が大砲を動かすのに馬に頼らない、できないと思ってんで、そのちょっと前にワットの蒸気機関があったので、蒸気機関で車を動かそうというのが、これが最初の人類最初の自動車です。で面白いことに、ここに人が座ってまして、でここにこうこうお湯を炊く釜があるんですよね。で実にこれ馬車に似てますね。つまりここに馬がいて、引っ張ってた、その馬の代わりに、これ非常に律儀にこう馬の場所にこうお釜を置いているというのが非常に面白いところで、なんか交通っていうのはこう一つ前の時代のものに必ず引きずられるんですね。例えば空港なんて、エアポートっていうのも何も港なんて言わなくてもいいのに、一つ前の世代の船のいろんなことをこう引きずってるんですね。でこれも馬車がこう名残非常に残ってる、そういうことです。で、ここに大砲を積んで動かそうとして、こういうわけですね。で、もちろんこれはロコモーションで、こう蒸気を使ってその線路の上を走るというのを発明した。で、ワットの蒸気機関から吸尿で、蒸気機関車からできたのが1825年と。で、もう19世紀の終わりにはなんとも地下鉄もできてて、こうやって蒸気機関車が地下を走る、もう煙くてしょうがないんですけども、地下鉄、こういうことであります。で、当然起こったのはその馬車のチームとその蒸気バスのチームの戦いであります。で、有名なこの赤旗条例、ご存知だと思いますけど、1865年に要するに馬車組合が非常にロビー活動をして、こんなとんでもない法律を作りまして、つまり蒸気バスは速くて危ないので、必ずその前に一人赤い旗を持った男を歩かせると、今から後ろから車が来るぞと、で事実上歩行速度でしか走れないような、そういう、天下の悪法を作ったのが有名な話ですね。でもちろん しばらくするとそんなものなくなって、結局馬車は駆逐されていくわけであります。で蒸気の時代で、ご覧のように非常にこうデコレーションが派手派手し、貴族が乗っていると、こういう
で、そうこうしているうちに、これがガソリン自動車の発明、第1号、1886年ですね。で、これがベンツ。これがベンツの初期型の車ですね。まあ、非常にこう、エバって乗ってるというわけです。で、この時代もやはりガソリン自動車になっても非常にこう高級な感じの車ですね。ですからやっぱり貴族が乗る乗り物として自動車っていうのは発達してきました。で、それを打ち破ったのがこのアメリカのフォードさんでして、フォードっていっぱいあるんですけども、大成功を収めたのが T 型フォード、これも有名な話です。どこが T の形してるかというと、実は T の形はどこにもしてませんで、こうやってA 型から始まって失敗して B 型を作り失敗してで T でようやく成功したっていう非常な努力の人であります。で、この T 型フォードの発明をさることながら、これが T 型フォードですけど、ご覧のようにこの奥さんが空気を入れてるっていうのがさっき の貴族が乗ってるデコレーション的な車と全く違うところであります。で、なんでこういうことが可能になったかというと、これでして、その大量生産というベルトコンベヤー方式の生産というのを始めたのがこのフォードですね。これがまあ多分大発明になるんだと思います。で、あっという間にこう広がりましてですね、都会でもこうやって人がものすごいいっぱい乗ってるし、田舎でもなんだかどうなってるのか分かんないけど大活躍ということで、1908年に発明されて20年前、約15年間で1000万台以上の車をアメリカで売ったということで、まあ、あっという間にコストももちろん安くなって、人類が車社会というものに突入したわけであります。で、チャップリンが風刺したりなんかしましたけども、もうそんなことはお構いなしで、人類は今でも車の大量生産をやっているわけです。で、いつもここで学生に質問をするわけなんですけども、こうですね。で、じゃあ一度教えたことがある府中君、明治維新は何年ですか？つまり、ここの時点でそのヨーロッパやアメリカの文明に触れたことが、この例えばロコモーション号をはじめとする鉄道、蒸気の鉄道が国家の基盤であるという判断を政治家にさせたんだと。じゃあ仮にこの明治維新があと50年遅かったらどうかということを考えますと、当然ここに来ますので。さっきの見ていただいたような町の中に車が溢れ返っているのを岩倉使節団は見たはずです。で、結果的にですね、我々は車社会ではない社会からスタートしたというわけです。で、これ有名なワトキンス報告書です。これ国道1号線です。当時の、昭和
30年頃の国道1号線はまだこんな状態だったんですね。で、その交通整備も何もできないっていう、こんなところから戦後が始まって、私たちの仕事、つまり特に道路交通関係はまだまだ問題があるんじゃないかと。どっかで話題になったかもしれませんけど、例えばこんな昔ながらの、これは6軒幅しかないんですけど、6軒の道を県道に、幹線道路にして、しかもここがたまたま観光地になっちゃったもんだから、まあ、とんでもない状況になっていると。で、ただこれもある種の地域 DNA 問題でして、これを変えようと、例えばこう一歩通行にしようじゃないかというふうにこう提案をしたりすると、観光客のために俺たち不便するの嫌だとか言ってですね、地域の人たちが、まあ、縦看板立てちゃったりとかして、みんな大騒ぎしていると、まあ、こういうことでありまして、ですから、なんていうかな、こう、もっと車社会になるのが早く車社会を前提とした街づくりが、その今から50年、60年前に始まっていれば、多分こういう問題も随分楽になっているんだと思いますけど、今我々はそうじゃないということを知って、皆さん、これからまだまだやる仕事があるということをお伝えします。最後に、急に英語になりましたけど、日本にモータリゼーションはないという話をして終わります。モータリゼーションっていうのはこういうことですね。ですから、これ、こう、T 型コードですけど、馬の代わりにモーターがリプレイスする。これがモータリゼーション、モーター化するってことですか。モータライズする。これを、馬車をモータライズするってことは、馬をやめてモーターをつける。これがモータリゼーションですね。ですから、今まで水車で粉を引いていたのを水車をやめてモーターにするというのは粉引きのモータリゼーション。日本の場合、そもそもこうリプレイスする車両がなかったわけだから、日本に起こったのはビークリゼーションであって、モータリゼーションではないという言葉の、まあ、遊びです。以上で、特に質問ないと思いますので、これで終わりたいと思います。